安芸区で2階建て住宅3軒が燃える火事があり、火元とみられる住宅の焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。午前0時10分過ぎ、安芸区矢野東で建物の1階から炎が見えるという通報が付近の住民から消防に相次ぎました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、警察によりますと2階建て住宅3軒が全焼しました。で、様子見に来たらもうすごい火事で、びっくりでしたね。家の近くなんで、燃え移ったら怖いなって思えた。消防によりますと、火元とみられる住宅から男性1人の遺体が見つかったということです。この家に1人で住む70代の男性と火事の後連絡が取れていないということで、警察は遺体がこの男性とみて身元の確認を進めています。